代社会の日本には様々な問題を抱えている人々がいる。週末のカラオケ楽しみだね。練習した？バンプの新しい曲。もちろん覚えてるよ。どうした？その顔。え？まさか忘れたわけじゃないよね。もうカラオケ一緒に行こうって約束したんでしょ？私の誕生日だからさ。あ、そう。そうそう、今週末だから一緒に行こうって約束したんだよね。そう、でも今週末塾のテストがある。またテスト？いつもこれなんだよ。じゃあ友達より勉強の方が大切なっていうわけ？じゃあよく勉強してね。ちょっとアメちゃん、週末暇？私たちカラオケ行くけど行かない？そうそう、二人だけだと寂しいからさ。どう？本当？行こう行こう。何してんの、ダサ子？うわ、絵描いてんの？その上相変わらず髪型ダサいよね。これなんかしてほしいよね。ねえ、うざいよね。いつも絵ばっか描いて。あのね、テストあるんじゃない？それでも暇？信じられない。勉強でもしろ。そう。ダーサコ、ペプシ好きでしょ？ほら、うわ、手が滑った。あー、ごめんごめん、足も滑った。うわ逃げた逃げた。いる？いるんでしょ？ダーサコいるんでしょ？出てこいよ。水入れないの？喉乾いた？お、夏美やばいやばい。はい、じゃあテスト返します。はい、七瀬。また点数下がったじゃないか。このままじゃ大学入れないぞ。返事は？はい、じゃあ次佐藤。ただいま。おかえり。どうやったらそんな点数が取れるの？本当だよ、夏美。よくできそこないね。なにこれ？見て見て。へえ、そういうことか。佐藤のことが好きなんだ。あん
していじめなんて知ってるの？夏美は友達じゃないの？いじめって知ってないのかな？え？ねえ、っていうか夏美って誰？夏美なんて弟のいいじゃん。バカにすんなよ。夏美はかわいそうじゃないか。アメちゃんは夏美の友達だったろう。そうだけど。行きなよ。私は人々の心の闇を表すシンボル。この世界では人がいる限り、私は消えない。